ベリー校の糸も豪華なる、自動書より8月8月は、グレゴリオ歴で年の第8の月にあたり、31日ある。日本では、旧暦8月を葉月と呼び、現在では、新暦8月の別名としても用いる。葉月の由来は、諸説ある。この葉が紅葉して落ちる月、葉落ち月、葉月であるという説が有名である。他には、稲の穂が張る。 小張月という説や、彼が初めて来る、初来月という説、南方からの台風が多く来る、南風月という説などがある。また、月水月の別名もある。英語名をガすとは、ローマ皇帝アウグストゥスに由来する。アウグストゥスは、紀元前一世紀、誤って運用されていたユリウス歴の運用を修正するとと,ともに、8月の名称を、6番目の月を意味する。 セックスティラスから自分の名に変更した。よく見かけられる通説に彼がそれまで三十日であった八月の日数を三十一日に増やし、その分を二月の日数から減らしたため二月の日数が二十八日となったというものがある。これは十一世紀の学者、ヨハネス・ドサクロボスコが提唱したものであり、八月の名称変更以前からすでに二月は短く、八月は 長かったことを示す文献が複数発見されているため、この通説は現在では否定されている。順年の場合、8月はその年の2月と同じ曜日で始まる。秋風月、仮木月、寒月、剣遊月、小染月、草月、畜春、中秋、月見月、つばめさり月、葉月、紅染月。ありがとうございます。